神谷田フィールドスタッフの西口です。お願いします。新商品で、まずデコポップスリムの180って大きいサイズがまず出ました。こちらの方がですね、平政狙いなんですけども、能登半島とか対馬とか、ちょっと日本海側で荒れ気味な磯が多い時に、まあ、大ペンではなかなか入らないんで、それが大きめのサイズのデコポップスリムで大ペンみたいな感じで使っていただくと、荒れている中でもしっかりと使えるポッパーになってます。ポッパーというのももうペンシルポッパーって考えていただいたらいいです。あと次にこのデコカットですね。特徴がこのペンシルの口をちょっと切った感じになってまして、これによってですね、ライブした時の抵抗が生まれて、短い範囲で何度もこうダートを8の字を刺すことができるために、なかなか追ってくるけど食い切らへんっていう時にこれで短く誘ってあげると、魚はよく釣れますね。まあ、今まで160やったんですけども、今シーズンで180と、あともう一つ220というのが出ます。こちらも船からのキャスティングになります。あと、2002年に出たデコマサなんですけども、それの220というのが、船からのキャスティング用で、今度新発売します。まあ、あと離島遠征行く方はこちらのサイズもなかなかいいサイズと思うんですけども、ついにデコペン2ですね。デコマサやとやっぱりナギの日とか限定されるんですけども、若干荒れ気味の日でポッパー以外引けるときはこのデコペンの160、180、220っていうのが非常に水が噛んで使いやすくなってますね。今結構スタッフさんはみんなデコペンをメインに使うように、それぐらい今使いやすくなっています。こちらがまた途中なんですけども、デコペンのシンキングをちょっとリニューアルしようと思って、こちらの方が今リニューアル中でやってます。もう少しシェイプが細くなっていくと思います。